家庭で手作りした弁当、および風呂敷。花見に持参する花見弁当の一例、数人分。子供の運動会でこのような弁当を用意する過程もある。町の弁当屋の弁当、いわゆる他弁の一例液などで販売されている弁当。駅弁の一例弁当とは、携帯できるようにした食料のこと。弁あたり、瓶あたりなどと書かれることもある。 弁当は箱にご飯とおかずを詰めた携帯食である。その容器は弁当箱という名で呼ばれる。英語では日本語をそのままに弁当と呼ばれ、洋風の弁当箱はランチボックスと呼ばれている。弁当箱にはプラスチック製、ステンレス製、アルミニウム製、木製、竹製などがある。日本で一般的に食べられるジャポニカ米はインディカ米などと比べ、 炊いた後に冷めてしまっても、比較的身が落ちにくいという特徴を持つため、日本の弁当は、他の諸国の携帯食には例を見ないほどの発展を、遂げていった。右端に巻絵を施した重箱の花見弁当が見える。江戸自慢十六教、東栄山花盛り、歌川広重が、歌川報告筆弁当と酒を携えて、花見を楽しむ江戸時代の人々。 歌川広重、江戸名所五殿、山花聖、歌川義滝が、弁当を食す初代実家は炎弱。語源に関しては、諸説ある。全紙蛍光色の意味では、石川県の弥生時代の遺跡から、最古のおにぎりが発見されている。五世紀には、漁や戦い、農作業の際に、家から、姫しや握り飯を持参した記録が残っている。日本初期には、 高狩りの際に傾向する餌袋を弁当入れのように代用したという記述がある。また、十世紀の伊勢物語には、旅先で傾向した姫氏を食べる記述がある。米飯加工品をコンパクトにして屋外に傾向する習慣は、平安時代の下働きのものの傾向食である、豚食などにも見られる。鎌倉時代には専用に鰹節を添えた。 米飯加工品が利用されていた。戦国時代の出生では、武士は腰氷炉を持参した。姫氏の他炒めた、玄米、餅、さらに味噌や味噌で煮しめた随器など、塩分補給も工夫された。近世安土桃山時代には、現代でも見られるような漆器の弁当箱が作られるようになり、この時代より、弁当は、花見や茶会といった場で食べられるようになった。 江戸時代初期に編集されたポルトガル語の日保辞書には弁当が弁当箱の説明で記載されている。日保辞書の説明は引き出し付きの文具箱に似た箱で中に食物を入れて傾向するものとなっている。現代のような弁当の形が整ったのは江戸時代と言われている。もともとは大名などの特権階級が花見やもみじ狩りといった場で食べるものだった。 江戸時代には傾向する食べ物を指して、弁当というようになり、場面に応じた弁当の文化など、多様な弁当文化が見られるようになった。江戸時代には1日3食の食習慣が定着し、軽い昼食を握り飯などを詰めた弁当で取る習慣が見られるようになった。また庶民も、観光と巡礼を兼ねた旅に出たり、花見を行うようになり、豪華な弁当も作られるようになった。 旅先では、宿屋の弁当や茶屋で、同駐食をとっていた。また、歌舞伎などの庶民向けの芸能が発達したことで、芝居見物が盛んとなり、幕の内弁当が生まれたのも江戸時代と言われている。江戸時代末期の慶応2年4月、江戸で、弁当屋と称する商売が数点、開業。明治、大正明治時代は、食堂や外食施設も発達していなかったため、 役所に勤務する、下級管理や安月給のサラリーマンは、江戸時代からあるような腰弁あたりを下げて、仕事に出かけていた。布告強兵政策を推し進める日本政府は、国民の健康を高めるために、弁当普及を推進し、明治初期は、学校給食が、まだ実施されておらず、生徒と教師たちは弁当を持ってこなければならなかった。1874年、 東京で食事を箱詰めにして、1日3回配達する3食弁当や、常平らしゃが営業を始めた。鉄道駅で最初の駅弁が発売されたのも明治時代である。最初に駅弁の販売の開始年に関しては、複数の説があるが、一般的には1885年7月16日に宇都宮駅で発売された。 おにぎりとたくあんつけを竹の皮に包んだ弁当が駅弁の発祥とされている。また、折り詰めに入った駅弁は、1890年に、姫路駅でマネキ食品が発売したものが最初との説がある。サンドイッチのようなヨーロッパスタイルの弁当が現れ始めたのも1898年からである。大正時代、学校に弁当を持ってくる慣例を廃止する動きがあり、 社会問題に発展した。第一次世界大戦後に不況が続くと、農村の生活区から主に、東北地方からの東京など都会への移住者が増えるなどして、貧富の差が弁当に現れた。当時の人々は、この現象が肉体的な面からと精神的な面から、子供たちに好ましからぬ影響を与えるのではないかと考えたのである。 明治以降、都市部の貧困層や育てた農作物を自由にできない貧農の世帯が子供の通学時に弁当を持たせられない血食児童がしばしば問題化した。昭和昭和時代になり多くのアルミニウムをアルマイト加工した弁当箱が開発された。坪井久志の小説24の瞳に描写されるように、それは目の覚めるような銀色をしており、また、 メンテナンスの容易さもあって、当時の人々から先望の的となった。また、かつて小学校の冬の暖房装置に、ストーブ類が多用されていた頃は、持参したアルマイト弁当箱ごとストーブの上に置き、保温、加熱するということも行われた。昭和初期には、弁当の手引き書きが多く出版されるようになり、栄養価を考え、弁当に入れる、おかずのバリエーションも、多彩になっていた。 第二次世界大戦の後、多くの地域では、学校の昼食は、給食に切り替えられて、すべての生徒と教師に用意されるようになった。これによって、徐々に学校に弁当を持参する習慣は少なくなった。1970年代、駅弁は、国鉄のディスカバージャパンキャンペーンもあって、鉄道で、観光旅行に出かける人が増えると、各地の素材や、郷土料理を活かしたもの。 観光地にまつわるものなど、より多様なものとなった。魔法瓶式の弁当を入れ、ランチジャーまたこの時代、ジャー式、魔法瓶式の本弁当容器が開発され、販売された。これが普及したことによって、職場や学校に弁当を持参する場合でも、温かい弁当を食べられるようになった。しかし、この容器はサイズが大きいという欠点があり、 とてもカバンの中に収まるようなサイズではなかった。したがって、昼に温かい弁当を食べるためには、カバン以外にもこの弁当容器を肩に下げて、出かけなければならなかった。また、落とすと容器の内部が破損してしまうという問題もあった。冷めた弁当を食べる直前、電子レンジで加温することも行われている。一つは、持ち帰り弁当専門店の台頭で、 1976年に創業したホッカホッカティンがフランチャイズシステムで急激に伸びたことが挙げられる。もう一つは急激に普及したコンビニエンスストアでの販売でそこで販売される弁当は店の電子レンジを使用していつでも温めて食べられることが売りとなった。同時にスーパーマーケットの惣菜コーナーにも弁当が並ぶようになった。これらは 市販の弁当を店で買い、持ち帰って食べるという新しい流れを作り出した。また昼食時間帯に飲食店が混雑するオフィス街では持ち帰り、弁当を飲食店が店頭販売したり移動販売者が出店したりすることも多くなった。弁当の配達業者も時間指定で温かいものを届けることを売りにするものが現れ始めた。これらの現象と交往するように ドカ弁に象徴される金属製の弁当箱は耐熱性プラスチックなどの弁当箱に変わっていった。平成平成時代へと突入した1990年代には日本のコンビニエンスストアに納入する弁当の製造工場は24時間体制で創業し多いものでは日産数万食にも及ぶ規模となっていた。これらの弁当では プラスチック製あるいは紙製の容器が用いられていることが多い。また、コンビニエンスストアが地方でも一般的になり、温かい弁当が一般化すると、駅弁でも化学反応を利用して加熱できるタイプのものが登場した。2003年頃から空港で販売される弁当、空弁がブームとなった。乗客は空港での待ち時間や 飛行機に乗っている間に空弁を楽しむことができる。これに対抗して、日本道路公団は、側弁を売り出した。2005年から、名古屋ドームは、旧弁を売り出した。一方、団体旅行や、法事の弁当は、仕出し料理店や料亭などが作ることもある。仕出し弁当などの場合には、上面に、ご弁当や、ご料理の文字の入った掛け紙が付けられていることも多い。 1990年代後半頃から子供を喜ばせようとする母親の気持ちが満載のキャラ弁が流行し外国でもキャラ弁として知られるようになった。2001年香川県で小学校校長をしていた竹下和夫が子供が自ら弁当を作って持ってくる取り組みを始めた。これを機に職育の一環として職場を含めた弁当の日活動が 農林水産省などにより行われている。最近の小型でカラフルでおしゃれな魔法瓶式スープ保温容器と樹脂製の箱と保温ポーチのセットリーマンショックが起きた2008年以降は不況の影響もあり節約のために弁当持参をする人が増えた。弁当男子という独身男性が自ら弁当を作って持参する言葉が生まれた。さらに 1970年代に開発、発売された、保温弁当容器も進化を遂げて、一昔前の大きな弁当箱というイメージは、薄れ、スリムなタイプが登場した。2010年代後半に、女性向けに小型化されて、カラフルでおしゃれなタイプの保温弁当箱も、登場している。弁当の調理には、通常の調理とは違う注意が必要であり、 例えば汁気が出ないものを選ぶこと、冷めても味の変化が少なく美味しく食べられるものを選ぶこと、痛みやすいものは入れないこと、ご飯は熱い状態で蓋をすると蒸れる時間が長くなり痛みがちなのであらかじめ十分に冷ましてから蓋をすることなどである。また、匂いが強すぎる食品も弁当箱内で匂いが充満し他の食品も同じ匂いになってしまうので避けると良い。 栄養的には弁当であっても一日三3食のうちの1食の役割を果たすようにすべきであり、特に大切なのはタンパク質である。栄養のバランスを確保するためにも、また見た目の良さを確保するためにも、数種類のおかずを組み合わせると良い。キャラ弁の例。パンダのおにぎり、ソーセージ、ジャガイモ、レタス。愛妻弁当の一例。しかも、キャラ弁に仕上げている例。 持ち帰り、弁当のチェーン折り詰め弁当店台湾では、日本統治時代に、駅弁も含めて、弁当を利用する習慣が根付いていった。台湾の弁当は、日本の弁当と異なり、必ず温かい状態で販売され、現在も、台湾では、市街地や国道沿いなどに、多くの弁当店が店舗を構え、盛況を見せている。なお、台湾では、弁当ではなく、一般的に、 弁当と表記されるが、飯法という表記も見られる。池上米など、日本に近い品種の米が導入されたことも、台湾での弁当の普及に大きく関係しているものと推測される。パラオやミクロネシア連邦では、日本統治時代に、弁当の単語が日本語からの借用語として、現地語に取り入れられている。英語の辞書ではそのまま、弁当として記載しているものもある。 アメリカ合衆国やカナダでは多種類の食品を組み合わせた弁当が店で売られたり家庭で作られたりするようになっている栄養のバランスが良い食事を短時間で取れることが評価されて普及している一方日系スーパーで販売されていた弁当の影響からスーパーマーケットやレストランキッチンカーには弁当を含む店舗名も多くなっているがこれらの店舗での弁当 は料理の持ち帰りスタイルやファーストフードのような意味で用いられており、販売しているものも日本の弁当とは微妙に異なると指摘されている。韓国では都市楽同士ロックと呼ばれて日本の弁当と似たような形で存在している。しかし、日本ほどには発達しておらず、特別な行事や遠足で食べるというイメージが強い。それでもコンビニエンスストアで弁当が売られるなど、 主に会社員の間で弁当を食べる文化が広まっている。近年では各社がコンビニ弁当に力を入れており、種類も多様化している。中国にはそもそも冷めた米を食べる習慣がない。近年は米飯の入った弁当箱に料理を上から乗せ、電子レンジなどで温めて食べるような習慣が形成されている。中国国内でも北京市、上海市などでは 日系のコンビニエンスストアの展開とともに便あたりとして普及を狙い、現在では日本のものと類似した弁当も売られるようになった。その他に長距離列車では食堂車で調整された弁当の車内販売が行われる。ベトナムでは駅のホームや長距離列車でバインミーとともに弁当が販売されている。弁当はおかず数品に米飯という構成であり、 社内販売用の弁当は食堂車で調整され温かい状態のままスープと共に販売される。タイではガパオライスやパッタイ、タイカレーなど多種多様な弁当が販売されている。これらの弁当は発泡スチロール製の容器に米飯を入れ、その上におかずを乗せたスタイルが一般的であるがバナナの葉やビニールに料理を包み、 一口サイズにして販売されている弁当もある。マレーシアやインドネシアでは、箱に入った弁当は、ナシコタ、バナナの葉や紙に包まれた弁当は、ナシブンクスと呼称される。ナシブンクスは、屋台や鉄道駅などでナシレマや、アヤムゴレーンなどが販売される。これらの料理は、バナナの葉や、ビニールコーティングされた紙の上に米飯とおかずを盛り、包んだ状態で提供される。 インドのダッバー三段重ね。インドではチャパティとカレーをダッバーと呼ばれる積み重ね式容器に入れて携帯する習慣が見られる。その起源はイギリス領時代の1890年代でムンバイのイギリス企業で働くインド人ビジネスマンに対し自宅で家族が調理した昼食を勤務先へ届けるために考案された。フランスには密閉容器にパンを入れる。 ガメルと呼ばれる習慣はあったが、肉体労働者向けのイメージが強く、ホワイトカラーなどには無縁だった。フランスの労働者の昼食は、弁当が一般的になるまでは、コース料理を時間をかけて食べるのが一般的であり、いわゆる、弁当は日本の漫画を通して知られるようになったも売っているところも多い。さらに、 リーマンショック後の不景気と外資系企業の進出で、会社員の昼休憩時間が削られることになり、労働者の収入が減ったため、特に中間所得層以下の労働者が対策として、安く簡便で早くコース料理が食べられるということで、弁当が普及し、イートインスペースがある、弁当販売店や、弁当箱を皿代わりにしているレストランまで、現れている。 また、2016年3月より、パリのリヨン駅で、JR 東日本及び日本レストランエンタプライズと、フランス国鉄の共同企画として、日本の駅弁5種類が販売された。当初は2ヶ月間限定の企画であったが、好評であったため販売期間が延長された。イタリアでは一部の鉄道駅で、パンやサンドイッチに、小瓶のワインを合わせた食事セットが販売される。 鉄道駅がある。また、2012年4月に運行を開始した、イタリアの高速列車イタロでは、日本の駅弁を参考にした、イタロボックスが有料で提供されている。ハワイのプレートランチハワイでは、プレートランチ、または、ミックスプレートという料理のスタイルが、一般的である。これは一枚の皿の上に、米飯とマカロニサラダを盛り、残ったスペースに、ハワイ料理、 アメリカ料理、プエルトリコ料理、日本料理、沖縄料理、中華料理、韓国料理、フィリピン料理、ポルトガル料理などを起源とする多種多様なおかずを盛り付けた料理のスタイルで弁当のように発泡スチロール製の容器に入れて販売されることもある。このプレートランチは19世紀後半、砂糖キビプランテーションでの昼食時に 日系人をはじめとした各国からの労働者同士が、弁当のおかずを分け合ったのが起源である。この他に、ハワイクレオールエゴには、弁当の単語が日本語からの借用語として取り入れられている。意味は、一人前の食事を持ち運ぶために詰めたものであり、前述のプレートランチとは区別されている。ありがとうございます。